とはちょ課金額は愛情っす。誰にも引け目なんて感じることないっす。師匠と呼ばせていただくっす。だいたいハーレムラブコメ主人公は全人類の憧れっす。水原さん、想像以上に天使っす。好きに決まってるじゃないですか、水原さんも師匠のこと。え？隣室の彼女。